帝国市監督に来ていただきました、おめでとうございます。ありがとうございます。今季優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、毎年毎年、レベルが上がっている中で、勝てたっていうのはすごく良かったなと思ってます。で、苦しい試合もありましたが、今日もやっぱり序盤は苦しかったですけども、まあ、点が取り出すと、勢いに乗ってくるっていう感じで、まだまだその課題っていうのがいっぱいあるなっていうのは感じてます。シーズンを通して、何か感じることはありましたか？まあ、みんなよく朝から頑張ってくれてるなっていうのが本当に、ね、感謝の気持ちしかないです。で、その中で切磋琢磨してるっていうのはすごくいいことなので、これをもう一つ上に上げれたらなっていうふうには思ってます。来季はいよいよ、1部リーグになります。何か意気込みをお願いしますか？やっぱり優勝して、昇格戦で、いい結果を残したいなと。で、終わった後にみんなが笑顔で終われればいいかなと思ってます。はい。今シーズンもまだ残り1回、はい、あと2つあるんで、しっかり手を抜かずに、やっていきたいと思います。はい、じゃあ最後にサポーターの皆様に一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。コロナ禍ですけども、会場に来て足を運んでもらいたいですが、生で見られないのは残念です。でも、みんな頑張っているので、リモートでまた応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。4得点ありがとうございます。狙ってましたか？はい、まあ、そうですね、相手が立ち上がりかなり引いてたんで、まあ、立ち上がりから、まあ、ゴールに目指していたんですけど、まあ、やっぱゴール前固められていたんで、まあ、かなり苦戦したんですけど、まあ、1点入ってからどんどん、追加点が取れたんで良かったと思います。はい。今日の試合、トップのスタッフも見てたと思います。何か一言ありますか？まあ、そうですね、来年ちょっと来年に向けていいアピールになったかなっていうふうには思ってます。おめでとうございます。ありがとうございます。まだ残り試合残ってます。はい。意気込みを聞かせてください。今季23点目取ったんで、目標30点掲げているんで、それに向けて、あと2試合で、達成できるように頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。期待します。はい、ありがとうございます。はい、三浦コーチに来ていただきました。今日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、正直僕コーチ1年目なんで、まあ、選手と一緒に、まあ、切磋琢磨していき、でなおかつ慶吾さんのサポートしながら、本当優勝あと昇格を目指してやってきたんで、もう正直ほっとしてますし、もう本当、まあ、今日の試合もですけど、まあ、たくさん点数取って、で練習の賜物なんで、もう慶吾さんの練習、オーガナイズマネジメントってとこは、まあ、本当出た試合だったのかなと思うんで、本当僕はもう声出してただけなんで、いや本当いいシーズンでした。ありがとうございます。チームのみんなは、どんな感じですか？仲良しですか？いや、めちゃめちゃ仲いいですよ。もうあの後試合終わった後もうみんなアイコンタクトで、何もジェスチャーなくアイコンタクトで、慶吾さん胴上げしようぜっつって、でもガンガン慶吾さん胴上げして、うもうびちょびちょに濡らしたんで、急に始まったのびっくりした。はい。来年はいよいよ1部リーグですね。そうですね。意気込みをお願いします。はい。本当今ストレートで3部から1部に昇格できたんで、またここから新しく厳しい戦いが始まるんで、なんとかいるメンバープラスまた来年残る選手、残らない選手、入ってくる選手いるんで、まあ、それだと切磋琢磨してストレートで関東2部行って、で目標である JFL にしっかりと昇格できるように頑張っていきます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の試合勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まず感想を聞かせてください。自分はここのチームに3年間いるんで、とりあえず毎年毎年勝たなきゃいけないっていうのが、まあ、最低ラインの目標だと思ってたんで、まあ、今年もそれが無事達成できたので良かったですけど、まあ、あと2試合あるので、まあ、0失点でまた大量得点できるように頑張りたいと思います。キャプテンから見て今年のチーム、どんなイメージですか？今年は能力の高い選手が、まあ、去年までよりは多く入ってきて、でもその中で辞めていく選手が、まあ、多かったので、
まあ、どうチームをまとめてっていいのか、まあ、練習の質も落ちた時期もありましたし、まあ、おのおのが個人的な問題でプレーに集中できないことがあったんですが、まあ、それでもみんなでやろうやろうって声かけてここまで無事に来れたので、まあ、残り2試合もこのままいければいいと思ってます。では最後に一般サポーターの皆様に、一言お願いいたします。今年も、自分たちアンダー25からはたくさん笑顔をお届けできたと思うので残り2試合も全力で笑顔をお届けられるようにやっていくんで熱い応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。